ジャマーカスウェブは、テキサス州フォートワース出身のアメリカンフットボール、選手。現在 NFL のインディアナポリスコルツに所属している。ポジションは、オフェンシブタックル。当初、テキサス大学に進学し、2006年の1年時には、全12試合に出場した。2007年にナバロコミュニティカレッジ、2008年に、ウェストテキサス A&M 大学に転校し、 左レフトタックルとして全13試合に先発出場した。2009年には AP 通信により NCWA2 部校3部校の選手によるサードチームに選ばれている。2010年の NFL ドラフト7順でシカゴベアーズに指名され4年契約を結んで入団した。2010年12試合で右タックルで先発出場を果たした。 2011年8月のトレーニングキャンプで熱中症にかかった。その日の気温は歌詞91度であった。この年、自身の責任により14サックを相手ディフェンスに許している。2012年、開幕前にクリス・ウィリアムズとポジションを争い勝利した。第2週のグリーンベイ・パッカーズ戦ではその試合で4、インターセプト、7サックを喫した。 QBJ カトラーから試合中にサイドラインで怒鳴られ、押しのけられた。ベアーズでは3シーズンで先発44試合を含む46試合に出場した。2013年、ベアーズがジャーモンブッシュロットを獲得したことから右タックルにコンバートされることとなった。8月30日、ベアーズからアウェーバーに出され、9月1日、ミネソタバイキングスに加入した。2014年、 5月19日、カンザスシティチーフスと契約を結んで入団した。2015年4月2日、オークランドレーダースと契約を結んで入団した。2016年3月15日、シアトルシーホークスと2年契約を結んだ。2018年7月30日にインディアナポリスコルツと契約した。2019年4月5日にコルツと再契約したが、8月31日に、 カットされた。9月6日にマイアミドルフィンズと契約を結んだ。2020年12月12日にコルツと契約した。ありがとうございます。